日本のメディアが報じる北朝鮮軍の評価については、陸海空軍すべてにおいて自衛隊の足元にも及ばないといった論調。問題視されるのは核開発と日本に届く中距離弾道ミサイルのみ。一発当たれば火の海。国民誰もがそうと分かっていても、政治家が中距離弾道ミサイルに対抗するミサイル開発を口にすれば終わり。よってたかって集団リンチ。でも、ご存知ですか？現在、北朝鮮は圧倒的な軍事力差を持つ自衛隊でさえも抑えることができない新型潜水艦を開発しているということを。今回は日本のオールドメディアが伝えない驚きの事実をご紹介します。こんにちは、世界の瓦版のエドワードです。原子力潜水艦といえば、その静音性と航続距離の長さから世界最強の潜水艦と呼ばれています。酸素を必要としないので息継ぎのため一旦海上に上昇する必要はありません。世界唯一の被爆国でもある日本は憲法の縛りもあり、原子力潜水艦を保有することはできません。しかし双流型と呼ばれる原子力以外では最も静かで航続距離の長い海の忍者とも呼ばれる潜水艦を保有しているんです。しかし、なんとこの双流型を脅かす潜水艦を北朝鮮が開発中。アメリカの38ノースから一部を引用してご紹介します。最近の分析では、北朝鮮が従来型の弾道ミサイル潜水艦 SSB の新しいタイプを構築している。報告書はこれを北朝鮮の弾道ミサイルと核の脅威の著しい進歩と称し、北朝鮮が生き残り可能な核軍隊により近く開発において真の進歩を遂げていることを示した。アメリカのテレビではこの警戒する新しい証拠を金正恩の最も恐ろしい武器の一つに関する非常に不吉な開発と称し、彼はできるだけ早く展開する決心があるようだと報道。北朝鮮がいくつの弾道ミサイル潜水艦を生産しようとしているのか、またどのくらいの速さなのかは分かりませんが、米国本土へはわずかな脅威である。なんだ、大した脅威じゃないんじゃん。そう思ったあなた、とても危険です。アメリカ本土にとってはわずかな脅威であるというだけ。問題なのは、潜水艦に弾道ミサイルや核ミサイルが搭載されると、発射の兆候を偵察衛星で前もって確認することが不可能なこと。つまり、日本の領海手前まで忍び寄り、弾道ミサイルを発射することができるんです。この地図をご覧ください。日本の領海は一番内側の黄色のエリア。わずか数十キロ手前から発射することができるんです。勘違いされている方もいますが、領海の外側の排他的経済水域は公海であり、どの国の軍艦も自由に航行できる海域なんです。日本の高性能な潜水艦がガンガンに音を鳴らしながら航続する北の潜水艦を見つけ、ミサイルを発射する兆候をつかんだとしても、憲法9条専守防衛がある限り先制攻撃をすることはできません。たとえ世界最高の潜水艦をもってしても、運用面で手足はがんじがらめ。日本の敵は北よりも憲法9条なのです。北がこの潜水艦を完成させるのが先か、それとも憲法9条改正が先か。でもどうやら北の方が先になりそうだと思うのは私だけでしょうか。以上、最後までご視聴ありがとうございました。